どうも、トモヤテニスチャンネルのトモヤです。MJ です。はい、今回は、はい、じゃじゃん。ヨネックス。はい、もう見てもらったらわかると思いますが、はい、むちゃくちゃヨネックスでございます。はい、で、こちらですね、見てもらえればわかると思います。いいゾーン。いいゾーン。はい、まあ、ヨネックスといえば、うちのチャンネル。MJ が、僕ちょっと使わせていただいて、いつも使わせてもらいますが、はい、今回ちょっと貸していただいて、ヨネックスさんから、はい、E ゾーンと気になりますね、黒い色の E ゾーンのブラックコスメですね、はい、はい、ですね、新しく出る、はい、ってやつですね。これ MJ 緑と青がありますけど、一応青が、はい、綿98で、はいはいはい、緑が綿100で、はいはいはい、それ以外は秘密で、はいはい、はい、お願いします。まあ、僕たちもあんまりね、はい、まあ僕らも知らない、何と言って、はい、はい、そうなんですよ。教えてもらってないので、はい、あれですけど、教えてもらったわ。じゃじゃん。うん。これ。あ、これですね。はい。See the power. もう一回言ってく？ See the power. Power. はい。意味わかります？はい。わかりますか？パワーを掴み取れということで。はい。はい。そういうことです。はい、やらしいわ、なんか。まだまだ売ってないですからね。これの、はい、ほんまにこれの、こういうパワーを掴み取れっていう意味なんかわかんないですもんね。そうですね。感覚が。うん、でも、これを聞いた感じでは、うん、ものすごい火吹くんでしょうね。確かに。ね。確かに。パワーがボーンと出るというか、確かに。ボールに威力が出るんじゃないかなと思うんですが、うん、はい。まあ、ちょっと試して、はい。いろいろ E ゾーン、どっち、前のモデルと、はい。この、ブラックと、はい、新しく出るのと、打ち比べたいと、はい、使ってみたいと思いますので、はい、はい。ぜひご覧ください。お願いします。はい、ストローク打っていきました。打ち比べてみました。はい、はい、MJ どうでしたか。はい、まさしくシーズ・ザ・パワーでした。はいはい。どういう、まあどういう、これパワーを掴み取れじゃないですか、うんうん、いやもうほんまにボール食いついて、うんうん、なんやろ、柔らかいし、ボール食いつくし、で
別にパワーロスがあるわけじゃないんで、いや結構驚きというかびっくりしましたね。めちゃめちゃ打ちやすかったです。で、まあ、自分が一番感じたのは打ってる中で、いやこれボール抜けたわとか、これあこれアウトやわって思ったボールがめっちゃ食いついて、めちゃめちゃスピンかかってボールコートで収まったんで、そういうとこめちゃめちゃこう何ですかね、って思いました。それ入る？確かにね。はい、結構先の方とかで当てて、あ抜けてしまったで、これちょっと引っ掛けすぎたっていうボールが収まってくれたんで、そういうところは多分試合とかやってる中でめっちゃ助かると思いますね。はい、めちゃめちゃ打ちやすかったです。なんか当たった感じ、こう当たるっていうか、当たった瞬間にグッとなって、うん、そうですね、完全掴んでるっていう感じですね。その間にスピンをしっかりかけてくれるっていうイメージでストローク打てたんで、はい、途中でいつだもんね、いやいや伸びやばいっすね。ラリーしてて伸びえぐいんですよ。ボールのね、やっぱ掴んでる分その分、はい、そうなんですよ、うん、スピン量というか伸びというかめちゃめちゃ良かったんで、うん、いやもう相手追い出すとか簡単にできるなと思いましたね、うん、何よりパワーがね、はい、やっぱあるんですよね。パワーめちゃめちゃありましたね。はい、じゃあこんな感じでパワーもね、はい、打っていきたいと思いますので、ね、はい、よろしくお願いします。はい、どうですか。いやもう単純に打ちやすかったです。で、はい、もう楽に飛んでくれし、100の方はめっちゃ楽に飛んでくれし、その分、その割にボールも掴んでくれたんでコントロールもしやすかったし、女性とか、結構いいんじゃないかなと思います。で98の方は、まあ、メンブレとかも全然なくて、速いボールにも対応できたんで、そうですね、打ちやすかったです。はい、僕はもう結構98好きです、はい、やっぱもう掴んで回転もかかるということで、はい、ボールスライス回転もものすごく飛んでくれて、回転がスライス気味のボールが、ね、ボールがいくと思うので、はいはい、ボールもものすごく打ちやすいと、はい、思います。サーブ打っていきました、はい、サーブ打ってきました、はい、はい、どうですか。はい、めちゃボール飛びました、うん、なんで今僕ちょっと V コアプロの方使ってるんで結構飛び抑えめなんで、最初はめちゃめちゃうわ飛ぶわって思ったんですけど、まあ打点とか、タイミングとか調整して慣れたら多分結構えぐいサーブいくと思うんで、回転もめっちゃかかるし、うん、めちゃめちゃ良かったです。はい、この振り抜きいいですよね。あ、そうですね。E ゾーンって振り抜きいいですね。形があれなんですかね。確かにですね。はい。なんかちょっと E ゾーン独特の形があるんで、うんうんうん、振り抜きが良くて、はい、うん、回転もかかりやすいのかな、はい。スイングスピードも上がりますからね。そうですね。だからボールがこの初速というか、はい、速くなるのかなと思いますね。はい。はい、で、MJ これ色がまだ、ね、そうですね。色は今ブラックコスメでこれ販売される色じゃないんですけど、はい、一応年明けが、色公開ということで、うんうん、はい。なるほど。これ発売も、発売が1月の、あ、5日は、秘密で。はい。はい、秘密なんですね。はい、1月発売で、はい、お願いします。結構楽しみですね。はい。はい、いやこれはほんまめちゃめちゃいいですよ、うんうん。めちゃめちゃいいっす。はい、ヨネックス好き MJ が、はい。はい。めちゃめちゃいいっす。ほんまに、ぜひ使ってみてください。はい。はい、回転は本当によくかかりましたね。はい、もう持ってつかんで、そうですね、飛ばしてくれる、はい、で回転がようかかるっていうのが本当に分かりやすい、はい、もうものすごく打っただけで、もう軽く打っただけで分かるっていうのが、うん、特徴でしたかね。はい、
じゃあ、98と100、はい、やってみました。皆さんも良ければ、はい、リード使ってみてください。はい、では。